すみませんね。ありがとうございました。戦友屋の件も無事片付けてくれたみたいで。いや、それは別に構わん。それより大丈夫なのか？ええ、おかげさまで。大した傷じゃないですよ。あ、ててててしかし、一体どうしたというんだ？実は、うちを潰そうとしている連中がいましてね。そいつらの要求を断り続けていたら、やられちゃって。あんたを潰そうとしている連中？もしかして、娯楽王とかなんとかいう奴らか？え、キリュウさん、どうしてそれを？さっき、向かう途中で絡まれてな。山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだ、あの娯楽王ってのは。娯楽王？パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。ファイブビリオネアの一人と言われています。ファイブビリオネア？今、カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五輪の億万長者の総称です。娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか、知らなかった。彼ら5人はカムロ町をいつ呼ばれる億万長者たちがカムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。それを狙って私を。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有する物件ということか。しかし、なぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだ？つまるところ、金儲けです。マネーゲームを楽しむためですよ。現在の異常なまでの景気で、物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさに、うちでの小槌です。東洋一の歓楽街カムロ町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を何としても手に入れたい。物件を駒扱いか。だがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。もちろん。だが彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々やカムロ町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。私は何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っている。その時、カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ、雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。私も長くこの町と共に生きてきた男。カムロ町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんて、たまったもんじゃないぜ。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、
なんとかならんもんなのか。ん？一つだけ方法があります。なんだそれは。キリュウさん、あなただ。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決する力もある。戦友屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上、できる限りの協力はさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のイロハを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれ、このまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。え？あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず、風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた一体どうしてそれを。誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花が。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまりさっきの話は全部立花も承知の上ってことか。ええ、立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。あんた風間のおやっさんのことを知っているような口ぶりだが、どういう関係なんだ。昔ちょっとね、詳しくは言えないが、一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら、私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。うん、お願いできませんか、桐生さん。今の神室町にはあなたのような男が必要なんです。わかった。そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう。失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん、一つよろしくお願いしますよ、キリオさん。
せ。後悔するな。すみません、申します。ちょっとそ殴らせてもらう。
足の速いやつだ。マリナです。ああ
え？ジャリンジャリン稼ぐぜ。この金でどうだ？
ランカットだ。
てくださいよ。遅刻しそう。食ったな。おお、兄さん、一杯飲んでって。
できませんか。気に入らない、殺す。後悔するな。お兄さん、一杯飲んでって。ランクアップ。いい店になったな。